ワインガードナー、ワインミシェルガードナー、ウェイン・マイケルガードナー、1959年10月11日体は、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、ウロンゴン出身の元オートガイロードレーサー。ロードレース世界選手権 500cc クラスの1987年チャンピオン。エディ・ローソン、ウェイン・レイニー、ケビン・シュワンツと共に、4強と称される。 パワースライドを駆使した豪快なライディングとロスマンズブルーのマシンカラーからブルーサンダーの異名を取った。また、鈴鹿8時間耐久ロードレースで歴代2位の4勝を挙げ、8体男とも呼ばれた。17歳の時に中古の TZ を購入するために父親が経営する会社で働いて購入資金を稼ぐ。 1980年、オーストラリア国内レースで走っていた際、日本の森脇の代表である森脇守に才能を見出される。1981年に森脇からイギリス国内の TT 会1に参戦するとともに、3月には AMA のデートナスーパーバイククラスに出場し、Z1R2 で4位に入賞する。 6月には全日本選手権の鈴鹿 200km レースで優勝した。この年の鈴鹿8時間耐久オートバイレース、鈴鹿8体で森脇モンスターに乗り驚異的な予選タイムを記録し、決勝でも60周回目に首位に立つが、その周回のスプーンカーブで点灯しりたいなる。その後、日本やイギリスなどのレースで活躍し、実力をアピールしていく。1983年、 第8戦オランダ GP でロードレース世界選手権 WGP にデビューするが、このレースで衝撃的なアクシデントに遭遇してしまう。前年度チャンピオンのフランコウンチーニがコース中央で転倒。マシンから投げ出されたウンチーニは、とっさにコース外に逃れようとしたが、同じ方向に回避したガードナー車の前輪がウンチーニのヘルメットを直撃。ウンチーニは、 ヘルメットが脱げた状態で地面に叩きつけられ、意識不明で病院に搬送された。同時にガードナーも転倒し、世界 GP デビュー戦で不勝利タイヤという結果になってしまった。ガードナーとウンチーニの接触は偶然、レーシングアクシデントであり、ガードナーに日はないと見る意見が多かったが、フランコが死んだら私はレースをやめると泣きながら、関係者にごほど動揺したという。 また、事故直後に、ウンチーニを病院へ見舞った際、事情を把握していなかったウンチーニが所属していた、ガリーナ鈴木チームのチーム監督であるロベルト・ガリーナに、お前の責任だと非難されたのもショックだったと、語っている。幸いウンチーニは回復して、後に、レースに復帰。ウンチーニ本人は、事故の原因と経緯を理解しており、ガードナーを咎めることはなかった。 1984年は市販のホンダ RS500 を借り、プライベーターとして、スポット参戦。ワークスのホンダ NSR500 やヤマハユーザー500に比べ戦闘力が劣るマシンながら、たびたびナミいる競合を押しのけへポイント圏内に食い込み、3位、表彰台も獲得。シーズンランキング7位を獲得し、関係者の大きな注目を集める。1985年。 前年の実績を評価されたガードナーは、UK ホンダに起用され、3気筒の NS500 に乗り、セミワークスライダーとして、本格参戦。優勝争いには届かないものの、フランス GP では4気筒の NSR500 に乗る、フレディ・スペンサーと互角にバトルを展開するなどを検討し、ランキング4位を得る。この年の鈴鹿8体では、優勝大本命のケニー・ロバーツ、 平忠彦組が先行する中、ガードナーは終盤の2時間近くをライダー交代をせず持つい、ロバーツ、平組のリタイアで劇的な初勝利を達成する。連続走行のためチェッカー5はマシンから降りられないほど消耗していたという。以後、ガードナーは鈴鹿八体においてホンダのエースとして活躍することになる。1986年は、 ワークスのロスマンズホンダチームに加入し、前年度チャンピオンのスペンサーと共に、NSR500 で参戦。開幕戦スペイン GP で早速初勝利を挙げるが、これはトップ独走中のスペンサーが突如、右手首の怪我でリタイアしたためであった。結局、スペンサーは、この故障で欠場を重ね、ガードナーは突然、大役エースに昇格して、古軍奮闘で、 ワークスホンダの威信を背負って立つことになる。NSR500 はフレディスペシャルとも呼ばれる扱いがたいマシンだったが、これをねじ伏せヤマハのエースエディローソンと激しいアンピオン争いを展開。計算賞でランキング2位を獲得し、着実に王座への足がかりを固めた。1986年のシーズンオフ、名エンジニアジェレミー・バージェスらとマシン開発の主導権を取る。 体制充実して臨んだ1987年は、不調のローソンに代わり回答した、ラッキーストライクヤマハのラディマモラと激しいポイント争いを展開。終始安定した強さでシーズン7勝を挙げ、第14戦ブラジル GP で、オーストラリア人初の WGP500cc クラスチャンピオンに輝いた。ゼッケン1番をつけて臨んだ1988年は、 マシン開発が遅れ、4勝を挙げるがローソンに、タイトル奪還を許す。また、ケビン・シュワンツ、ウェイン・レイニーら新世代の対等にも直面した。シーズン後には、宿敵ローソンが本題、電撃移籍を表明し、同メーカー内で進化を問われることとなる。1989年は、初開催の地元オーストラリア GP を制したものの、次戦アメリカ GP で、 右足骨折の重傷を負い、早々とタイトル争いから脱落する。以降、毎年のように怪我で満足に戦えない状態が続き、ホンダのエースの座も、同郷の後輩マイケル・デューハンに譲ることになる。1990年においては、アーブカネモトとジョイント。スペイン、オーストラリアと二勝する者の,の序盤での怪我が響き、ランキング5位。1991年は、 鈴鹿八体で5年ぶりに優勝したが、WGP では未勝利に終わった。1992年、開幕戦日本 GP でまたも右足を骨折。欠場後、鈴鹿八体で最後の4勝目を記録すると、第11戦イギリス GP のレース前にシーズン後の引退を宣言。そのレースで1990年オーストラリア GP 以来の勝利を飾り、引退への花道とした。 WGP 引退後は四輪レースに転向。母国でワインガードナーレーシングチームを結成し、V8 スーパーカーなどに参戦する。1998年にはルマン24時間レースにも挑戦。また、1996年より日本の全日本 GT 選手権にもトヨタスープラで参戦し、1999年、2001年にそれぞれ一勝を挙げた。 2002年シーズンをもって現役レース活動を終える。現役引退後は二人の息子をライバーとして育てるべく地元オーストラリアでチームガードナーレーシングを結成し、自らはオーナー兼監督を務めている。2012年からは古巣の森脇と共に元産業マシンの開発を行うこととなり、また息子たちのステップアップもあり、チームの拠点を スペイン・バルセロナに移すことになった。2016年10月16日、息子が参戦しているロードレース世界選手権日本 GP が開催されていたツインリンクモテギの敷地内で交通トラブルから男性3人の胸ぐらを掴むなどしたとして暴行容疑で栃木県警モテギ署に逮捕された。趣味はレーシングカーとサイクリング、モーターサイクル、旅行、 ジョギング、子供たちと遊ぶこと。ワインは子供時代に学校から怠け者とみなされていた。母親は説教をするのだが、それが無駄なことであることは分かっていた。学校からこのような評価をされていたワインであるが、学校へ行くことは楽しみであった。友達と遊ぶことが大好きだったからである。このような子供時代を送ったため、ワインは勉強をしなかった。 大人になってからもっと勉強しておけばよかったと語っている。勉強嫌いなワインは学校、日本の高等学校に相当を辞めて仕事を探したが職を得ることができず仕方なくまた学校に戻る。学校に通いながら仕事を探し仕事が見つかると学校へは行かなくなった。ワインがレーシングライダーになる上で父親の援助は大きなものであった。 父親はワインのことを猫可愛い狩りしていた。母親はワインがレーシングライダーになることを心よく思っていなかったので、夫婦喧嘩の原因はワインのことであった。そんな母親もワインが地元のレースの 125cc クラスで6戦、全勝するとワインが挙げた実績を認めることになった。雑誌でフレディスペンサーやケニー・ロバーツの活躍を知ったワインは、 自分ならもっとうまくやってのけると思っていた。ワインは勝つことに鈍欲であった。ワインは勝つことに最も必要なことは集中力だという。他には加藤する意欲、レースを楽しむこと。ワインは多くのトップライダーと同様に勝つことに楽しみを見出している。ワインが優勝した時の家族やチームのメンバーの笑顔を見ることが大好きである。ワインは 個人競技的なロードレースのライダーになることを選んだのであるが、チームプレーを好み、サッカーやホッケーなどのチーム競技が好きである。プロのチーム競技においては、選手一人、数との責任は重いのだが、ワインは、プロの GP ライダー一人が、負う責任は、より重いと考えている。極論すれば、サッカー選手の場合は、チームの優勝だけを考えてプレーすればよいのだが、 GP ライダーの場合は最低でもチームとバイクメーカー、スポンサーのことを考えなければならない。ワインはロスマンズホンダチームと契約するまでは競争力のある GP マシンを得ることができなかったため攻撃的な走りをせざるを得なかった。ただし、フレディがチームメイトだった頃の NSR500 はフレディ専用設計という面があったためガードナーにとっては乗りづらく、それを補うために やはり攻撃的な走りをせざるを得なかっワインはオフシーズン中はレースのことはなるべく考えないようにしている。それでもレースのことがふと頭に浮かんだ時には無理にそれを押さえつけることはせず、レースについて思い巡らすことにしている。ワインは人生もレースも楽しんでいる。ウェブサイト、出版物、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。